気状脈とは、脊柱の右側を上行し、上大静脈に交流する静脈である。これと、平行し脊柱の左側を走行する静脈は、半気状脈と副半気状脈である。下大静脈が閉塞を起こした時には、気状脈がその代わりの側袋として機能する。気状脈は、胸部と腹部の後壁の血液を集めて、上大静脈に流れ込んでいる。まず、 腰椎の右側を走行する右上行脈脈に、始まり、大角膜の大動脈裂孔を通って強行に入る。その後、六肝静脈を集めながら、胸椎の前面を上行し、第四胸椎の高さで球状に曲がり、右肝脂の髪型を越えて上大静脈に合流する。変異が多く、稀に胸静脈や、支静脈の血液を集めていることもある。 球状に曲がっているところは気状脈弓といい、解剖学上の目印となり重要である。気状脈と左側の半気状脈、副半気状脈をまとめて気状脈系と呼ばれる。これらは互いに過大状脈と上大状脈の間で分合している。大動脈は途切れることなく、重角を加工し六管に血液を供給しているのに、対し過大状脈と上大状脈は、 直接つながっていないため心臓の高さで静脈のない隙間が生じる。これを埋め合わせるために気静脈系は存在すると考えられている。気静脈は英語でエイスイグスベインと綴るがエイスイングスとは体がないという意味のギリシア語に由来している。気静脈と脊柱を挟んで反対側に反気静脈があるが、これは気静脈と対照的な静脈というよりは、 非常脈の枝だと考えられている。ありがとうございます。